2000年8月11日、両国国技館で新日本プロレスの G1 クライマックスが開催されている中、単身で乗り込んだ淵正信。ここで新日ファンを虜にするほどのマイクパフォーマンスを炸裂させたのはあまりにも有名です。その経緯を振り返りながら、全日本一筋に生きてきた淵正信のプロレス人生に迫ってみたいと思います。淵正信は1954年1月14日、福岡県北九州市で生まれました。ジャイアント馬場の熱烈大ファンだった淵は、1974年4月、20歳の時に全日本プロレスに入門。入門してわずか12日後にデビュー戦を行うのは異例の速さです。デビュー戦の相手は大仁田敦史。海外武者修行も大仁田と一緒で、二人はタッグタイトルを獲得するなど、アメリカマットでも活躍します。淵はアメリカでガールゴッチの指導を受ける機会にも恵まれました。1999年1月31日、憧れのジャイアント馬場がこの世を去りました。淵は馬場社長への思いを語っています。馬場さんは僕にとってヒーローで、そのヒーローが死ぬなんて幼い考えかもしれないけど、思いつかなかったんですよね。自分の中で一つの時代が終わったという考えがありましたね。そして2000年5月13日、ジャンボ鶴田も死去。鶴田は淵にとって完全無欠のエースであり、兄貴分でした。鶴田さんは年も近いし、身近なスーパースターでしたね。馬場さんにプロレス人生をいただいて、鶴田さんとは青春を一緒に歩んだというね。二人も大切な人を失った淵に、さらにショッキングな出来事が待っていました。2000年6月、三沢光晴をはじめ主力選手とスタッフが大量離脱。三沢はプロレスリングノアを旗揚げし、希望の船出を開始。逆に全日本プロレスは淵と川田俊明の2人だけになり、崩壊の危機に見舞われました。淵は北九州に帰っていましたが、川田から電話がありました。僕は全日本プロレスが好きですと熱く語る川田に淵が言います。全日本は選手もテレビもなくなったんだから、会社自体もう成り立たないだろう。お前はどこへ行っても通用する選手だし、俺はもうやめるよ。しかし川田は、いや、素子さんがやる気でいますから、淵さんが帰ってくるの待ってます。淵は川田の情熱に打たれ、全日本プロレスを守るために動き始めました。川田と淵は2人だけで会見を開き、全日本プロレスを存続させることを宣言しました。実は淵と新日本プロレスの長島取締役企画部長が交流戦の話をしていました。しかしなかなか話が進まないので、淵は舌戦を展開し、長島部長を挑発。全日本の会場にも来ないし、連絡もないと。すると長島部長が、覚悟があるなら両国に来ればいいとやり返します。急転直下、淵は8月3日全日本プロレスの道場で会見を開き、言い切ります。新日本が来いって言っているなら俺は両国に行く。川田に来てほしいかもしれないけど、俺が一人で行く。8月11日両国国技館。休憩時間になると田中リングアナに促されて、スーツ姿の淵がリングに上がります。マイクを持った淵は語り始めました。長い間、全日本プロレスと新日本プロレスの間には常に大きな壁がありました。その壁を今日ぶち破りに来ました。演歌歌手のように拳を握る淵に、新日本ファンは拍手と歓声で応えました。私は宣言通り一人で来て、たった二人しかいない全日本プロレスですが、看板の大きさもプライドも新日本には負けておりません。この意気込みを新日本プロレスのフロントおよびレスラー諸君はどう対処するか、現場責任者の長州力選手ご返答願いたい。
するとグレーの T シャツを着た長州力が厳しい表情で登場。長州の場合、いきなりボディにキックもありえるので、淵もやや緊張の面持ちで長州を見ています。ロープをくぐる長州に淵が長州選手と話しかけましたが、なんと長州が淵と固く握手を交わしました。やるなら徹底的にやろう。この歴史的握手の写真は週刊プロレスの表紙を飾りました。しかしここで終わらないのが新日本プロレスです。長野正弘がリングに上がり、長州がロープをくぐってエプロンに立ちます。長野はマイクを持つと淵を怒鳴りまくり、てめえ何様だと思ってんだこら、ここは今 G1 だこら、おいてめえの入る隙はねえんだこら、とっとと出てけこら、淵はコーナーを背にして立ち、余裕の表情で長野を見ています。勢い余って長野は長州にもてめえ呼ばわりして怒鳴ると、長州が何こらと鬼の形相でロープをくぐり、長野と一触即発。怒った長野が淵に帽子を投げつけると、淵はその帽子をかぶります。長州と長野の激しい口論という番外編にファンは大喜びです。天山が長野に加勢すると、怒りの長州が天山にキック。年間ベストバウト級のエキサイティングなシーンを淵は無言のまま眺めていました。長野がリングを降りると、淵は長野忘れ物だと帽子を放り投げます。怒った長野は降りてこいと興奮気味に、今ここでやってやるというジェスチャー。淵は険しい顔でもう止まることはできない。全日本プロレスは逃げも隠れもしない。長野来るなら来いと熱弁を振るいますが、急に笑顔になると新日本プロレスのファンの皆さんお騒がせしました。この淵のセリフに会場には笑いと拍手が沸きました。これ以上ない大成功のマイクパフォーマンス。この芸当は川田には無理だったでしょう。この日実況をしていた辻吉成アナは淵の度胸に感嘆しきりです。360度アウェーの中で新日本プロレスのリングに全日本の選手が上がるんですよ。その時の新日と全日の壁たるや高い高い、そこに一人で乗り込んできて、あのマイクパフォーマンスだったじゃないですか。あれを聞いて震えましたけど、新日ファンから拍手が鳴り止まなかった。すごい人だなぁと、天国にいる馬場さんに聞こえるかのようなメッセージでした。名優の大仁田も淵の雄弁に驚いていました。淵さんって寡黙だと思われていて、自分の殻を破れないっていうのがあったんだけど、あれは驚きましたね。あんなことする人だったんだと。あの人は全日本をこよなく愛していた。大仁田が新日本プロレスに登場した時は四方八方から物が投げつけられましたが、淵は歓迎されました。ノアへは行かずに全日本プロレスに残った川田と淵に、新日本ファンも男気を感じていたのです。淵が壁を破り大光戦も大成功。淵対長野の因縁の対決から始まり、川田と佐々木健介の激闘、長州と川田もタッグで激突し、淵もライガー戦では鬼のような強さを見せました。全日本プロレスは見事に盛り返しました。デビュー以来所属団体は全日本一筋の淵にも引き抜きの話があり、目の前に大金を積まれたこともありましたが、心が揺れることはありませんでした。淵は名脇役として全日本プロレスを支えてきましたが、秋山純との対談で具体的な話が出ました。さすが大ベテランの淵は四天王にもアドバイスをしていました。三沢、川田、小橋、田上はそれぞれタイプが全く違うので、その選手の性格を把握し的確な指導をしていたのです。鶴田が体調不良から第一線を退くとき、淵が秋山にジャンピングニーを伝授することを提案。秋山のジャンピングニーは鶴田直伝ですが、つなげてくれたのは淵だったのです。淵
1はジャンピング、2は着地の失敗で怪我をする難しい技だと力説し、秋山は相当ジャンピング2の練習をしたそうです。秋山が全日本を裏切る形でノアへ行き、再び全日本に U ターンした時のことです。淵は、おう秋山、こっち来い、ここ座れと明るく親しく声をかけてくれました。秋山は、あの時は本当に助かりましたと感謝しますが、淵はよく覚えていないと言います。無意識での振る舞いなのか、それとも照れ隠しか、いずれにしても人柄がわかります。52歳の秋山が年取るとともに技がどんどん狭くなってきたと言うと、淵はすかさずアドバイス。狭くなったらそれにこだわればいい。淵はボディスラム、ドロップキック、バックドロップと使える技が限られてきても、少ない技でファンを魅了する努力を忘れません。最年長現役選手と言いたいところですが、上には上がいて、グレート小鹿は79歳で現役バリバリです。67歳の淵正信は2021年12月現在も20代の選手に混じって全日本プロレスのリングでファイトしています。2022年7月6日空手家でプロレスラーの青柳雅史さんがお亡くなりになりました。新日本プロレスやノアなどメジャー団体でも活躍をされましたが、プロレスファンが忘れられないエピソードといえば FMW の大仁田敦との一連の騒動ではないでしょうか。 FMW 旗揚げ会見に青柳雅史が乱入し、警察沙汰になりました。大仁田が血まみれで倒れている写真を覚えているファンも多いと思います。この乱入劇の黒幕はまさかの大仁田自身だったとの噂があります。解説を交えながら真相に迫りたいと思います。 FMW 旗揚げ会見に乱入。プロレスラー大仁田敦が立ち上げた新団体 FMW。 1989年7月28日全日空ホテルウグイスモまで、その旗揚げ記者会見が行われていました。参席したプロレス関係者や記者団を前に、大仁田はFMW 設立の思いを語ります。その会見の場に突然現れた空手家の青柳雅史、ターゲットである大仁田に襲いかかります。シャツが血で赤く染まり、混沌する大仁田。さらにこの時の揉み合いにより会場で使用されていた金屏風も破損され、警察や救急隊が出動する展開になります。この騒動に激怒したホテル側は、大仁田の会見をバックアップしていた新間久志、大塚直樹氏に補修費用を請求します。顔を潰された新間氏らはこの騒動を機に FMW から撤退することとなりました。大仁田のこの上ない晴れ舞台を潰すことに成功した青柳。しかしこの時の黒幕は実は大仁田自身だったとも言われています。二人にはどのような確執があったのでしょうか。この襲撃事件を生むことになった試合の経緯を振り返ってみましょう。青柳戦の経緯。1989年7月2日、プロレスラー大仁田敦と空手家青柳雅史がリング上で初めて顔を合わせます。第2回梶原一騎追悼興行格闘技の祭典89と呼ばれる大会でした。1987年に死去した漫画原作者の梶原一騎、その実弟である牧久雄が主催する大会で、牧は格闘技連合に名を連ねていました。当初は新日本プロレス所属の藤原義明の異種格闘技戦を予定していましたが、藤原は新日本を離脱して新生 UWF に移籍します。次の候補者として格闘技連合のつながりから大仁田にオファーをかけたのでした。青柳はもともとプロレスラー志望でしたが、身長が低いため断念。高校を中退して運送会社で働きながら空手を学びます。22歳で極真空手の第10回オープントーナメント全日本空手道選手権大会に出場し、我流派ながらベスト16に名を連ねます。注目の度合いは梶原一騎の劇画四角いジャングルの作中で愛知の強豪と描かれるほど。1979年、地元愛知で精神会館を設立した青柳は
聖堂会館や指導館にも出場することで梶原山木との親交を深めていました。青柳がプロレスラー志望だったことを知った牧は、プロレスラーになる夢もいいけど、プロレスラーと戦ってみるのはどうかと大仁田戦をオファーしたのです。こうした経緯があって、大仁田 vs 青柳が実現に向かいます。プロレス vs 空手の異種格闘技戦が行われるのは、猪木 vs ウィビー・ウィリアムス戦以来20年ぶりでした。大仁田敦史 vs 青柳誠司の乱闘騒ぎ。試合は3分5ラウンドで、大仁田は通常のタイツとリングシューズ、青柳は道着だけを着用して素手と素足というルールでした。さらに顔面突きやチョーク、サミング、平手打ちは反則、ロープエスケープは OK ですが、グラウンドは時間無制限、そして場外へ出た選手をリングを囲むセコンドたちが押し戻すランバージャック方式が採用され、 KO とギブアップのみで勝敗が決定します。青柳のセコンドには空手家たちがずらりと並びます。対する大仁田サイドは、たけしプロレス軍団からプロレスデビューを目指していたたったの4人、秋吉昌司、高山啓治、脇田博人、そしてイギリスで自力でデビューを果たしていた大地純。彼らは後に邪道、下道、スペルデルフィン、ウルトラマンロビンとして活躍することになります。大仁田にしてみれば敵地同然の状況、プロレスに舐められてたまるかという空手家たちの殺気が後楽園ホールいっぱいに充満していました。第1ラウンド、青柳がローキックやハイキックで大仁田からダウンを奪います。大仁田はタックルからグラウンドを狙い、青柳はロープエスケープ。しかし大仁田が離さないため、館内は一気に興奮状態に。その後フェイスロックから逃れようと青柳がロープエスケープし、その勢いで大仁田が場外へ転落。リングを囲む空手家たちが大仁田をリングに押し戻そうとしますが、大仁田がエキサイトしたため、大仁田陣営と青柳陣営が一触即発となります。第2ラウンド、大仁田が放ったランニングエルボーが青柳の側頭部に命中、ダウンした青柳の左耳鼓膜が破壊されます。さらに大仁田は青柳を場外へ蹴り出すと、怒りでエプロンにまで詰め寄る青柳陣営。ここで指導官の館長であり世界格闘技連合にも名を連ねていた添野義次が青柳陣営をなだめてます。第3ラウンドは落ち着いた試合運びで、大仁田が繰り出すヘッドロックや脇固めが青柳を苦しめていきます。第4ラウンド、大仁田は青柳だけでなくレフェリーにまでもラリアットを浴びせます。さらに青柳をショルダースルーでトップロープから落として場外へ、パイプ椅子で青柳の脳天に一撃。この大仁田の行為に空手家たちが激怒します。本部席のテーブルを手にエプロンやリングに上がる者たちで混乱状態に。両者のセコンド同士も乱闘を始めてしまいます。収拾不可能となった試合は一旦中断となり、再び添野氏がリングに上がってやめろとマイクで警告。両者リング内に戻り試合は再開されましたが、大仁田が青柳に頭突きと噛みつきまがいの行為で流血に追い込み、静止に入ったレフェリーも殴打します。この様子にまたも青柳サイドは黙っていません。青柳の弟子や空手家たちがリングに乱入し繰り広げられる大乱闘。そこに空手ファンまで入り込んで暴れ出すなど、ついに後楽園ホールは暴動状態となりました。大仁田は後年、俺は会場の全てが見えていた。プエルトリコやサントドミンゴ、テネシー、何をしでかすかわからない気性の荒い観客に囲まれた状況でヒールに徹して憎まれていたんだから、それぐらいの危機管理能力もつくよ。もちろん度胸だってつくしね、と後楽園騒動を振り返ります。アメリカでの修行中、テネシーやプエルトリコに訪れた大仁田は気性の荒いファンからナイフで切りつけられることもあったそう。大仁田にとってカオスな環境は慣れたもので、対青柳のアウェー戦の中で大仁田は自身が目指すプロレスに目覚めたのかもしれません。大乱闘の果ての終着点は、青柳が出血多量のためノーコンテストというものでした。ですがその裁定に納得いかない空手家たち、抗議により大仁田が
顔面に頭突きをしたこと、レフェリーに暴行を加えたことによる大仁田の反則負けと切り替わりました。試合後には添野氏が空手家たちの暴動に対して大仁田に謝罪をしています。大仁田敦史 VS 青柳誠司の関係者の反応。大仁田 VS 青柳の乱闘事件について関係者はどのように見ていたのでしょうか。空手の正道会館長である石井氏は大仁田と青柳の試合から K1 の着想を得たといいます。この時のこれだという石井氏のインスピレーションが現在の K1 につながっていると思うと、大仁田と青柳が周囲に与えた影響は大きなものだったと言えるでしょう。また青柳陣営の中には青柳の弟子だった松永光弘や村上隆に佐竹正明、角田信明らもいました。もともとプロレスに舐められるなという姿勢だった空手家たち。大仁田の試合運びにも決して良い印象は抱かなかったのでしょう。乱入劇の真相。話は冒頭に戻って FMW 旗揚げ会見。大仁田との試合に納得のいかない青柳はこの会見をぶち壊す乱入劇を演じ、結果警察沙汰となってしまいました。記念すべき旗揚げ会見をめちゃくちゃにされて面目丸つぶれの大仁田敦史。しかし実はこの乱入劇は大仁田が仕組んだ大掛かりな自作自演のプロモーションだったのではと言われています。その場にいた記者の一人はこう語ります。不思議な記者会見だった。案内状にはわざわざ乱入ありと思わせぶりな添え書きがあった。何か不穏なことが起こることを予見させる案内状。そうしてその通り青柳が突然現れて大仁田に襲いかかります。怪我によるプロレスラー引退と復活、格闘技の祭典での青柳戦、紆余曲折を経て FMW を発足した大仁田ですが、その理由は自身が納得できる戦いのリングを作り上げるためです。あの大乱闘の中で大仁田はプロレスラーとしての理想像を見たのかもしれません。また青柳も心の中では長年プロレスラーへの憧れがあったといいます。大仁田 VS 青柳の再戦カードは業界内でもプロレスファンや空手ファンの間でもこれ以上ない話題になりました。後年大仁田は会見の騒動で去ってしまった新日本プロレスの仕掛け人こと新町についてこのような発言を残しています。あの人たちにあるのは新日本プロレスでどうしても猪木さんの偶像を追ってしまうからね。もし一緒にやっていったとしてもどこかでぶつかってたんじゃないかな。当初新町は顧問という形で FMW に加わる予定でした。しかし大仁田が思い描く方向性とはまるで異なり、遅かれ早かれ決別していた可能性は大いにあったのでしょう。旗揚げ会見時の大仁田と青柳の騒動はお互いの利害が一致した既存のプロレス界に向けての宣戦布告だったのかもしれません。現在は多くのプロレスインディー団体が存在しますが、その原点の一つは大仁田と青柳の騒動だったのではないでしょうか。史上最強の日本人プロレスラーといったとき、あなたは誰の名前が浮かぶでしょうか。アントニオ猪木、ジャイアント馬場、前田明、いろんなレスラーの姿を思い浮かべると思います。40代以上のプロレスファンだったらまず真っ先に思い浮かぶのがジャンボ鶴田の姿ではないでしょうか。怪物と呼ばれたジャンボ鶴田、若いプロレスファンにとってはもはや伝説のレスラーとなってしまったジャンボ鶴田とは一体どんな人物だったのか。ジャンボ鶴田は1951年3月25日に山梨県で生まれます。恵まれた体格で高校時代はバスケットボールでインターハイに出場、中央大学に進学します。大学1年まではバスケットを続けていたがプロの選手になれないだろう。そして日本の実力では予選に勝ってもオリンピックに出場することができないということでバスケット部を退部。その後アマチュアレスリングを始めるのだが、なんと初めて1年半で全日本選手権フリーグレコローマン両種目ともに連覇するほどに成長します。まさに怪物。さらに
1972年のミュンヘンオリンピックに日本代表として出場。アマチュアレスリングを初めてわずか2年のオリンピック出場だった。その怪物っぷりが認められ、ジャイアント馬場のスカウトを受け、全日本プロレスに入団するのであった。その入団会見では、鶴田の人間性がわかる名言が生まれる。全日本プロレスに就職します。プロレス界に似つかわしくない就職という言葉は新しいタイプのレスラー鶴田を象徴するものでした。鶴田は入団後すぐに渡米、テキサス州のファンクスの道場で修行する。日本に帰ると蔵前国技館でジャイアント馬場と指定コンビを組み、ドリーファンクジュニア&テリーファンクの持つインターナショナルタッグ選手権に挑戦。60分3本勝負の1本目、鶴田はテリーを高角度のジャーマンスープレックスで仕留める。2本目はテリーに取り返され、最終的に時間切れ引き分けになるのです。トップレスラーと互角に戦い抜き、鶴田はいきなりトップレスラーの仲間入りを果たしたのであった。その後、元 NWA 世界王者ジャック・ブリスコを破り、 UN ヘビー級王座を獲得。馬場の後継者、全日本プロレスの次期エースの座を確固たるものとしていきました。しかしその一方で、トップレスラーと互角に戦いながら不完全な勝利が続き、前線マンと揶揄されてしまうのです。外国人トップレスラーたちはナンバーワンの馬場には敗れても、ナンバーツーの鶴田には完璧なピンホールは許さなかった。外国人レスラーやファンの中ではまだ鶴田は認められなかったのです。こうして長らくナンバー2に甘んじてた鶴田だったが、1980年代に入り、馬場が第一線を退き始めるとエースとして活躍します。1984年2月にはニック・ボックウィンクルを下し、 AWA 世界ヘビー級王座を奪取し、完全無欠のエースになるのです。80年代後半に入ると、プロレス界は日本人 VS 外国人から日本人同士の戦いに移ります。この頃から鶴田は怪物としての力を遺憾なく発揮するのであった。1985年11月のシングルマッチで長州力と対決。60分時間切れ引き分けながら内容で圧倒。試合後、バテバテな長州に対し、鶴田はケロッとしており、鶴田強しをファンに大きくアピールすることになったのです。その長州力が1987年に新日本に復帰し、全日本から離脱。戦う相手がいなくなり、おとなしくなったジャンボ鶴田。しかしそんな時、ジャンボ鶴田を試合中キレさせ、怪物として覚醒させてしまったレスラーがいました。そのレスラーの名は中野真一。もともとは長州力率いるジャパンプロレスの若手有望株だった中野。長州離脱後も全日マットに残り、ジャパンプロレスのナンバー2として八代明のパートナーに抜擢されるのです。1987年4月23日の新潟市体育館でのジャンボ鶴田、天竜源一郎組 VS 八代明、中野真一組のタッグマッチで事件は起きます。中野がコーナーから放ったミサイルキックが鶴田の顔面を直撃。なんと鶴田の口と鼻から血が出ます。流血した鶴田は鋭い目つきの鬼の形相に変わります。中野を力任せにマットに叩きつけると、ジャンピングニーパッドを顎に突き刺し、最後は急角度のバックドロップで投げ捨て、中野を KO したのです。中野はジャンボ鶴田の中の怪物を覚醒させてしまうのです。数年後、中野はあのミサイルキックはジャイアント馬場のアドバイスがあったと語ります。長州力が新日本に戻った後も、中野は意地を張り全日本の合同練習には参加しませんでした。一人でスクワットしたり走ったり、基礎的な練習をする中野。そんな中野に馬場が声をかけます。そんなことをしてないで、みんなと一緒に練習しろ。お前はコーナーからのドロップキックを練習してみろ。
ババのアドバイスを受け、春園田の指導のもと、毎日コーナーからのドロップキックの練習をする中野。そんな時に鶴田との試合が決まります。中野はよし、鶴田さんにミサイルキックを決めてやると意気込むのです。普通ミサイルキックは鍛えた大胸筋を狙うのですが、コントロールがうまくない中野のキックは鶴田の顔面を捉えるのでした。プロレスは体の鍛えた部分を攻撃し合うのが基本。暗黙のルールの違反を犯した中野に対して怒りの鶴田はきついお仕置きをしたわけです。試合後、全日本の控え室に挨拶に行く中野。さっきまで鬼の形相だった鶴田は、しんちゃんそれでいいからと言ったらしいです。そして馬場もいいんだよ、それぐらいやらなきゃダメだよと気遣います。その後、中野はジャンボ鶴田を怒らせ本気にさせた男として注目されるのでした。馬場は長州たちがいなくなり、スポットライトが当たり出した中野を輝かせるために仕掛けたのかもしれませんね。そしてそれは同時に眠れる怪物の闘争心を目覚めさせるため、きっかけを作らせたかったのかもしれません。ジャンボ鶴田を本気にさせた男として忘れてはいけないのが、やはり天竜源一郎でしょう。このチャンネルの視聴者さんの中にも学流対決を見て興奮してた人は多いと思います。天竜は後のインタビューで、どれだけ鶴田を怒らせて本気にさせるの勝負だったと語ります。当時あの天竜をして鶴田の方が格上だったのです。天竜が一直線に鶴田に向かうと、まあまあ源ちゃん落ち着きなよと、待て待てみたいなポーズをする鶴田。それを見ていつも怒る天竜でした。和田恭平レフリーによると、鶴田は性格的にも体力的にも誰と戦っても余裕があると言います。その余裕が天竜には気に入らなかったのでしょう。1987年の天竜革命からは天竜の人気が上がっていきました。そのあたりから鶴田はムキになり始め、ジャンピングニーの時に膝をガツンと顔面に入れてくるようになりました。天竜は後に、痛かったけどやったって内心ガッツポーズだよと語っています。そういえば確かに鶴田がジャンピングニーを放つ時、他のレスラーには太ももを当てるのですが、天竜には膝を顔面に入れますね。これは三沢が川田に対してだけ鋭いエルボーを放つのに似てますね。鶴田にとって天竜は特別な存在だったのでしょう。鶴竜対決で外せないのは1989年の大阪の三冠戦です。天竜の必殺技であるパワーボムを鶴田が使い勝利。掟破りの高角度垂直パワーボムで天竜は失神、病院送りになりました。後に鶴田が使ったこの危険な角度のパワーボムはジャンボリフトなんて名前もつきました。失神した天竜を見て珍しく焦ってる鶴田の表情を今でも覚えています。天竜は後に、あのパワーボムはジャンボが余裕かましてわざと落としたと今でも思ってるよと語ります。天竜らしいジョークかもしれませんね。ジョークといえばこんな面白い話があります。鶴田は1時間以上もバスケットボールで遊んだり、馬場さんとゴルフコースを回ってからメインイベントに出てたらしいです。まさに怪物ですね。怪物と呼ばれたジャンボ鶴田。鶴田と戦ったことのある同年代の長州力と天竜は、鶴田とまた戦いたいかの問いにこう答えます。もう戦いたくないと。そしてもう一人の同年代のライバルとして対戦を熱望されたが実現しなかった藤波辰爾はこう言います。戦いたかったけど戦わなくてよかったという思いもあります。プロレスファンとしては鶴田、天竜、長州、藤波の夢のタッグマッチが見たかったなぁと思いますよね。きっとどの組み合わせでも面白い試合になったでしょう。